俺さ、言っちゃなんだけどさ、この辺には負けないでしょチームスターダストプロモーションとか、チーム小中芸能とか、チーム、これ勝てるべいけるべ。<laughs> 勝てるべってごめん。正直に言う。俺は、あのー、二人か、二人、この二人,人の実力を加味したらいけるんじゃないかっていう。俺が三人だったらこいつらと丈夫だ、った吉本ゲーミング。裏切り、マンキーコング、西沢。フライドチキン、岩下。 エリック・ニコラス。でもさ、吉本ゲーミングってさ、プロゲーマーじゃなかったっけなんか、プロゲーミプロゲームチームなんじゃないの強いんじゃないのこの辺とか。<laughs> <laughs> エケメンで俺に文句言ったやつがいる <laughs>。おい、ドイツだ、おい。おい、これでじゃ勝った方が真のエケメン。あの、あの時のさ、あれ、決めようぜ。 これで、順位が上だった方が、真のエケメンな。誰かちょっとわかんないけど、この吉本ゲーミングの中に、エケメングランプリ、俺が1位取ったことに対して、なんか、もやもやしてるやつがいるらしい。俺がもう、はっきり、これで、あの、格付けするわ。ツイッターのところに、加藤純一アットマーク、エケメン1位って書くわ。裏切りマンキーコング西沢っていう人が。 俺、ライバル。いいライバルが、いいライバルができた。あと、AKB48 チーム8。こ <laughs>、女の子でしょ忙しいだろなんかぜ、そのペックスやってねえだろってことはだよ。チーム VTuber、チームウーム、仲いいからな、この3人な。あと、スモモさん、アマツキ。あと、この黒のワチ。 すももさんの、あれがいる、弟子がいる。え、でもさ、そうやって考えたらさ、ユフナさんってめちゃくちゃ、ほんとうまいらしいのね。が、いる、うちのチームも、これでみんなが戦力分析するじゃん。え、あのチームでもユフナいるよって言われてるってこと、優勝もおい、チャンスあるぞおい、チャンスあるチャンスあるあるでしょだって。冷静に考えたら、 そう、周りからそう言われるでしょ甘月とか相撲さんがさ、いやでもなー、あのチーム、ユフナさんいいんだよなって言われてるだろう総長裏うら,うらうまかった。よし。え、人気投票どこで見んの見ようぜ、人気投票。俺さ、一個だけさ、これなんか調子乗ってると思われたくないからあんま言いたくなかったんだけど、今度もしね、こういうのがあったら別に俺出るとか出ないとか関係なく、これさ、レなお T550i を優勝チームた名にプレゼントとかなってんじゃん。それもすごくいいと思うんだけど、俺だったらね、例えばさ、チームゲーム実況者に投票した視聴者の中から抽選で3名様にプレゼントとかしたらさ、めちゃくちゃ盛り上がりそうじゃないおめえらのために俺がパソコン取ってきたやっからよ。俺はそっちの方がいいと思うんだよね。だってみんな金持ってるからさ、パソコン買えるから正直。全員。 っちの方がが俺は盛り上がるんじゃなないかなと個人的には思いますね。でもらったら嬉しいけどさ、マックス嬉しいやつに配ってあげた方がさ、やったーってなるじゃん。そっちの方がいいよな。そしたら俺も、多分みんなも燃えると思う。やっぱね、自分の視聴者にね、す,すごくいいプレゼントじゃない俺が買ってやるのってなんかさ、うさんくせえじゃん,なんかご。ご機嫌取りみたいな気持ち悪いじゃん。 優勝してさ、ほら、パソコン三つ、おめえらに取ってきてやったら、それではいいよな、多分な。って俺思ったんだよな。これ見た時に。ツイッターで見なきゃいけないんだな。AKB の奴ら敵と味方の区別つ,つかなかった。<laughs> よし、みんな。俺は悪魔になる。まず AKB 殺しに行く。俺、この、<laughs> チーム AKB48 のチーム8、倒しに行きます。 あいいですよ。あの、叩いていいですよ。僕、この三人、マジで、真っ先に、色を覚えて、真っ先に倒しに行きます。人気投票ゲーム実況者が1位。ええ。俺たちじゃん。ギョッと。っ <laughs> た。ザタッチ最下位らしい。<laughs> よし、倒しに行くぞ。